加納姉妹は、加納京子と加納美香の二人からなるユニット。戸籍上の姉妹ではない。モデル、テレビタレント、作家、映画プロデューサー、エクササイズビデオの発売など活動は多岐にわたる。肩書きとして、かつてはトータルビューティーアドバイザー、トータルライフアドバイザー、ライフスタイルアドバイザーを自称していたが、現在はセレブリティライフスタイルプロデューサーを名乗っている。 加納美香は現存する日本のミスコンテストで最も古い歴史を持つミス日本の第20回ミス日本グランプリ受賞者加納京子加納姉妹の姉役芸能活動の初期には杉本エルザの芸名で活動しており1984年9月号平凡パンチ別冊にてセミヌードグラビアを披露している大の昆虫好きでホミヤへ行くと あらゆる昆虫図鑑を購入している。特にアリが好きで、大きな黒いアリを、アントクアリウムで、エリザベス、アンソニーなど一匹ごとに名前を付けて飼っていたことも、あったが、共食いをするため、自然に返すようミカに頼んだ。ベンガルキャットを飼っており、溺愛している。ただし、ほとんどの世話はミカに任せている。アンダーヘイアーは、永久脱毛をしており、その箇所には、 蝶の入れ墨が施されている。入れ墨は他に、左手の平らに、可能の一文字、右手首に、ザワールドイズユアーズの文と拳銃のモチーフ、足の甲には京子自らが死体を描いた白虎の姿が彫られている。自身の取り巻きである男性のことを、メンズと呼んでいる。その中でも、特別に、容姿端麗な男性のことを、グッドルッキングガイと呼んでいる。彼らは、 京子の好みからほとんどは20代前半の黄色人種以外の男性で世界的に活躍するスーパーモデルが多いというメンバーはよく変わる。カノ美ミカカノ姉妹の妹役。芸能活動の初期には本名の玉井美カ、玉野光の芸名でグラビア等で活動し写真集も出している。第20回1988年ミス日本グランプリ。 1988年、日本テレビ系の深夜番組、午後11時のカバーガールとして月曜日にレギュラー出演。映画、私をスキーに連れてって、彼女が水着に着替えたらにも出演している。高校時代、阪神タイガースを応援する番組、週刊、トラトラタイガースに番組アシスタントとして出演。京子に比べて、常識人で冷静。いつも姉の世話に手を焼いている。 昼夜逆転の生活を送っている夜型人間で睡眠時間は2から3時間であるという。ほぼ毎夜デートをする姉の送り迎えを担っており、自らハンドルを握り車を運転することもある。保育士資格と幼稚園、小学校教諭免許所を所持している。ゴルフが得意。芸能人ゴルフコンペに単独で出場しており、姉、京子がコーディネートしたシャネルや ベルサーチなどのハイブランドの服をゴルフウェアにした華やかな姿がマスコミでもよく取り上げられる。1988年、ミカが現存する日本最古で最長のミスコンテストミス日本の第20回でミス日本グランプリを受賞する。1997年頃、ファッション雑誌25案にスーパードクシャとして登場し、女性読者から熱狂的な指示を受けた。 彼女らの登場は読者モデルが一般的に注目されるきっかけになった。また時期を同じくしてワイドショー、スーパーワイド、ジャストのコーナー、辛口、ピーコのファッションチェックにおいてたびたび取り上げられるようになる。その後すぐにジャストで美は1日にしてならずという女性の美に対する情報のコーナーを持つ。2009年1月9日。 アメーバブログにて公式ウェブログ、危ないシスターズを解説。これは、カノー姉妹をモデルとしたプロダクション IG 制作のアニメーションの名前から取ったもので、危ないは京子が考えたようで、アメリカのドラマ、ヒーローズ内でマシオカ演じる、ヒロナカムラが発して、世界的に流行った、やったー。に続いて流行らせたいと思っている、日本語だという。解説直後からランキングの上位の常連であり、 2009年1月31日に有名人ランキング1位を獲得している。2009年7月頃、京子のレーシック手術のためブログを一時的に休止。2009年8月26日再開。2016年7月9日、ツイッターに一般ユーザーが最近の加納京子さん、ジョジョみたいで最高じゃないですかのコメントとともに、加納姉妹のブログに掲載されていた。 京子のポージング写真をピックアップしてツイートし、ークリツイートされ反響を呼んだ。可能姉妹はツイッターにアカウントを持っていなかったが、同年7月13日のブログに、ジョジョの空城城太郎、東方丈介、リオのようなのタイトルで、話題になっていることが耳に届いていること、ミカが、ジョジョの奇妙な冒険を以前より愛読していること、この話題をきっかけに、京子も、 同作品に興味を持ったことなどを記事にした。その後もたびたびサブカルチャーに興味を持っていると、ブログに掲載すると、姉妹のスタイルが二次元のキャラクターのようだと称える、コメントが寄せられることが増えた。その声に応えるように、アニメや漫画に登場する女性キャラクターのコスプレをして写真をアップする試みを、始め、新たな読者層を獲得するようになった。二人が、 漫画やアニメに理解があることが知られるようになると、コミックマーケットについての話題が寄せられ、興味を示すようになる。2016年12月に開催された、コミケ91に足を運ぶ胸をブログに掲載すると、支払いはカードではなく現金で、紙幣で用意するのであれば千円札が望ましい、広い会場を歩くので、 ヒールの高い靴は避けて、参加者への差し入れは遠慮した方が良いなど、読者からアドバイスが寄せられ、姉妹はそれに素直に従う姿勢を見せた。実際に会場を訪れ、独特の雰囲気を体感すると、自分たちもサークル参加をしてみたいと意欲を見せ始めた。2017年夏に開催される、コミケ92に出展する旨をブログに記すると、申し込みの注意点や、 合否の有無などについて多くの意見やアドバイスがコメント欄に寄せられた。可能姉妹はそれらに目を通し、わからないことや疑問点を再度ブログ記事で投げかけ、それに対して読者がまたレスポンスするという形式を通した。その姿勢は合格通知が届き、同年8月の参加当日まで変わらなかった。2017年8月11日、コミケ92にファビュラス、可能組、 プレシャスへムくとして参加。グッズ販布は専属スタッフに一任し、可能姉妹は、この日のために制作した特製の名刺を、来客一人数人に手渡して声をかけることに、専念した。また、不適正な高額転売を封じるように、即日、受注生産でグッズを追加制作、販売をする旨を発表した。コミケ92に出店した翌12日、同人誌などを販売する。 トラの穴の新 CM 企業が発表された。すると、コミケ参加は宣伝、プロモーションだったのではないかなど、憶測や揶揄する言葉がツイッターに複数流れた。それらの事態を受けて、8月14日に更新したブログにおいて、事実無根であると否定。コミケ申し込みした時期と CM のオファーのあった時期では、時系列が成り立たないことを挙げ、また、 コミケ参加者及びその文化を大切にしている人々に失礼であると厳しくとがめた。同年12月29日、コミケ93にサークル参加。クリスマスデートの予定をすべてキャンセルして、反復する写真集3000冊すべてに直筆のサインをする熱の入れようであった。前回同様、数時間待ちの行列ができる人気ぶりで好評を得たが、今回で一旦、 サークル参加を控える旨を明らかにした。今後は姉妹の興味を引く、反復物を入手する、一般参加でコミケを楽しむつもりであるという。2000年4月に、加納京子の内縁の関係だった男性が、シーザーの憂鬱というタイトルで、暴露本を出した。後に、加納京子側が名誉毀損で訴えて、出版差し止めを請求をしたが、最終的には、 帯の可能京子の写真を外して決着した。2005年6月27日に関西テレビで放映された解決エミチャンネルに岡田美里が出演した際、夫が女性からちょっと遊びませんかと誘われた更新書を使ったのかなどと発言。イニシャルとともにあの大物姉妹とのナレーションが流れたため人物が特定される。これに対し可能側は 発言は、真実ではないとし、名誉毀損と契約1,100万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴。東京地裁は2006年7月28日、社会的評価に影響を与えたと認定、岡田に契約66万円の支払いを命じる判決を下した。2005年に中村うさぎがデリヘル城として、西風俗店に勤務し、体験記を 新潮45に掲載した際、使用した、現時名が、加納京子だったことから、加納側は、新潮45編集長宛てに、名誉毀損とパブリシティの侵害として、内容証明を送り抗議する。2014年に、斎造ウーマンにて、加納姉妹は普段はジャージで移動で人の目の触れる場所では、セレブ姿になると記事を書かれた。これに、 加ノ姉妹側が抗議をし、再イゾーウーマン側が事実、確認ができない内容として、謝罪を掲載した。2011年11月10日に放送された、フジテレビ、笑っていいとも、にゲスト出演した際、テロップで、芸歴26年と流し、コーナーの司会の山崎広成も、芸歴26年ということでと紹介したところ、コーナー終了後の CM 明けに、高橋真麻が、 先ほどの加納姉妹さんの経歴に関する情報は全て間違いでした。お詫びして訂正いたしますと謝罪することとなった。ありがとうございます。